天井酒蔵が皆さんこんにちは。お囃子塾第63話にようこそ。大和楽の鳴り物シリーズの第11曲目は三十石の夜舟です。江戸時代、まだ交通手段が限られていた頃、人々は船を使って町から町への移動していました。この曲は当時京都と大阪を往復していた旅客専用の三十石船と呼ばれた船での出来事がテーマになっています。三十石船とは三十石の米が積めることから名がついたと言われます。一石とは人が一年で食する米の量ですから、年に30人分の米が積める大きさの船ということです。船頭 4,5 人と約30人の客を乗せることができたと言われます。上り船は大阪から朝早く出て、夕方には京都の伏見に着くのが通例で、下り船は伏見の船着き場から主に夜に出て早朝大阪に着くと言われ、この曲には伏見から出る夜行船の中で起きた素朴な楽しい出来事が描かれています。作詞は文学博士の笹川林風氏、作曲は清本、時和津、宇多沢と幅広い芸能持ち主の岸上公氏です。後に片田喜作氏が鳴り物の作長されました。大和楽創設初期の昭和13年頃の作品で、鑑賞用としてできたものだと言われます。この文学者と芸人の組み合わせによる作品は短いながらも大変に変化に富んでいます。扇動歌あり、セリフあり、風情ありの大変洒落た作品で、当時から現代に至るまでとても人気のある名曲です。また冒頭の歌詞、日は落ちこちに暮れたけのと、最後の竿の雫に宿る月影をつなげると一つの句になるのではないかとも言われる情緒豊かな曲です。鳴り物はこの曲には大太鼓、太鼓、桶戸、ドラが用いられています。今回はドラをご紹介いたします。歌舞伎囃子で使われるドラは青銅でできた皿状の楽器で、中央に突起があり、厚い縁のものを言います。ドラは時を報じるお寺の鐘をイメージさせる、また静けさ、緊張感を作り出すなどの効果を出すためにも使われます。それをゴンと言います。布などを丸めて革や布で包んだ担保と呼ばれるものを取り付けたバチ、または種目で打ち鳴らします。ドラは太鼓とともにリズム楽器として使われることもあります。ドラの縁を打つのでドラ縁と呼ばれます。今回はドラ縁が出てきますが、ドラで騒ぎのリズムを打つという特別な使い方がされ、船旅でのワクワク感を演出しています。では三十石の夜舟の鳴り物です。最初は大変洒落た三味線の旋律を聞かせるところから始まります。そのうち太鼓と桶戸の、前回のビデオでご紹介した村林が取って代わり、ひなびた風情を作り上げています。するとうたた寝していた乗客が目を覚まします。そこに扇動歌が始まります。
次に船頭と岸辺にいた人との間の問答が入ります。岸辺にいた女性が船頭に瓶付け油を買ってきてほしいと頼みます。くらわんか船という物売りの船がお酒やおいしいお菓子を売りに来るところから曲は活気づきます。鳴り物は騒ぎという賑やかな曲を太鼓とドラブチで演奏します。その後気持ちの良い風が吹いてきます。大太鼓は波が押し寄せては砕ける波音を打ちます。次第にあたりには闇が立ち込めてきます。竿の雫に月の光がきらめく中、ドラの音がゴーンとなって曲は終わります。この曲では大変見事な曲調を生かしながら、大太鼓による波音、太鼓と桶戸による村林、虎と太鼓での騒ぎ、そしてお寺の鐘の音などの鳴り物が入ることにより、一層情景が生き生きと描き出されていました。この動画楽しんでいただけましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。次回大和楽の鳴り物シリーズ第12曲目は古跡の秋をご紹介させていただきます。ではまたお会いいたしましょう。